はい、こんばんは。ベースボールカフェキャンチュースでございます。今日は非野球界でございます。鈴健さんとですね、ラジオ制作の裏側の話をしてみたいということで、千葉ロッテ会以来のご出演でございます。鈴健さんでございます。はい、どうも、鈴健です。こんばんは、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、ね、野球も話せる鈴健さんですが、今回は野球じゃないということで、あ、はい、ご了承いただけたらと思います。はい、お願いしますね。覚えてるうちにちょっと言っちゃおうと思うんですけど、はいはい、次回のベースボールカフェキャン中世のゲストは中日ファンの方なんですよ。ああ、なるほど。うん、はいはい。で、前回もロッテの時に、ロッテファンで話し合いたい話題持ってきてくださいとか言っちゃったんですけど、はい、中日ファンの方に、同士でね、こんなこと話すと盛り上がるんじゃないっていうような話題がポンと出てきたら、それちょっと拝借させていただけたらと思うんですけど、なんかあります？あ、今ですか？うん。今か。そうだな、中日ファンとして、ポンと、やっぱり、あれですかね。うん、はい、はい。まあ、今年のドラフトでは高橋くんを取って、はい、去年は石川を取って、その前は根尾を取って、はい、ということで、このやっぱり未来の竜を担う、こう素材が揃ってきたので、はい、やっぱりその中でやっぱり期待する選手とか、こう例えば具体的に根尾にこういう成績を期待したい、石川に何本ホームラン打ってほしいとか、なんかそういった理想が皆さんの中にあれば聞きたいなって思うんです。将来の選手像。そうです、ね。ですよね。あ、こんな感じです、はいはいはい。理想像ですか。そうです、ね、具体的な本数とかもあると、さらに良いと。そうです。例えば、石川に30本打ってほしいとか。なるほどね。わかりました。はい、じゃあこれちょっと聞いてみましょう。次回の中日会はゲストお一人なのでね。じゃあ、そこのお一人の方にね、話をぶっ込んでみようと思います。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、早速入っていきたいと思います。ラジオの教科書なんて言われる鈴健さん。ここでもですか？そんなことないです。ね。ということでね、僕はこの、こんな、通り流るとは知らずに、そんな、このお話を持ってきたんですけども。うん。大変立派な通りなんですよ、ね。そう言われてるみたいですけどね。はい。はい。ということでね、ざーっとね、台本というか進行表を作ってみたんですけども、3日にかけ、はいはい、分けて作ったもんですから、ちょっとあったりこっち行ったりしてるんですけども、はいはい、まあ僕のこの日台本通りで行ってみようかなと思うんですが、はいはい、台本とかって作られます？普段のラジオですかね、うん、はい、そうですね、まあガチガチの進行台本は作らないんですけど、まあそのなんていうか、これの話題について喋ろうとか、はい。っていう、箇所書きぐらいのメモって言った方がいいですかね。はいはいはい。っていうのは作りますね。なるほどなるほど。はい。いわゆるこう、なんだろうな、電話の横に置いてあるようなメモ書きぐらいのところにちゃちゃちゃと書くイメージですか？そうですね。なんか、ニュース原稿みたいな感じで、もう喋ることを、一言一句全部書くっていうことは僕はしないですね。うん、なるほどね。僕も同じかな。僕はね、はい、自分でやってるノートに書くんですよ。アプリとか。はいはい。はいはいはい。うん。で、こんなん聞いてる人見たら楽しいのかなと思って、公開とかしてるんですけどね。はいはい。今日のやつも公開しますのでね、一つ。あ、はいはい、はい。あ、で、このノートにはですよ、はい、鈴木さんお若いから知らないかもしれないですけど、昔マジンガー Z っていうアニメがありましてね。あ、名前は分かりました。うん。ここに出てくるね、アシュラ男爵っていう敵キャラがいるんですけど、それをご存知ですか？はいはいはい。名前を聞いたことあります。あんですか、はいはい。顔半分が男で、顔半分が女の、その悪の狩猟みたいなやつがいるんですけどね。それをイメージして、鈴健さんのアイコン顔半分と僕のアイコン顔半分をつなげ合わせたアイコンノートに使ってるんですけど、これ大丈夫ですかね？あとで伝えたりしませんか？大丈夫ですか？はい、じゃあこれ使わせていただきますね。はい、はい、はい。で、まあ台本ね、まあ要は簡単な箇条書きでということですよね。はい、はい、そうですね。うん、うん。で、まあいろんな番組を収録されてて、はいはい、それぞれの番組の作り方は違うかもしれませんけど、BGM とかっていうのは後で載せるタイプですか？まあ、うん、
は、収録型のポッドキャスト、はい、ミッドナイト番外地とか、レディオクラッチヒッターに関しては、BGM を後からつけますね。なるほどね。うんうんうん、で、まあ、スプーンの中でやってる、アブノーマルナイトっていうのは、はい、一応、生放送なんで、ライブ機能使ってるんで、はい、そこはやっぱり BGM 同時で流してますね。BGM は何から流してるんですか？パソコンから。僕は基本スマホですね。あ、スマホ、1台のスマホで。そうですね。スマホに全部入れて、BGM とか、ジングルとか入れて、なんかプレイリストを作っておいて、まあこう、次へ次へってやっていくと、まあ、スムーズに曲が、順番通りに流れていくみたいな感じ。プレイリスト。なるほどな、はい。そうです。結構原始的なやり方してます。いやいや、そうですか。僕もラジオトークの収録の時に、はいはいはい、ドライビングレクと称してですよ。運転しながら、はい、収録することもあるんですけども、はいはいはい、自分のスマホと、あと会社から持たされてるスマホがあるもんですからね。あ、はいはいはい。BGM は会社から持たされてるスマホにからかけて、はいはい、収録はパソコンじゃなくて、スマホで、なんだ、あれは、イヤホン、マイク。あ、はいはいはい。をつけて、だから、僕の声の音質はすごい悪いんですけど、うん、そんな収録を取材してたんですけどね。あ、はい、スマホ1台でいけるんですね。そうですね。音楽を流すに関しては、もうスマホ1台でいけますね。なるほど、なるほど、はい。ちなみに、BGM っていうのは、はい、まあ、多分、無料の BGM サイトから拾ってくると思うんですけど。そうですね。どういったところから持ってきます？僕、基本は、ドーバシンドロームっていう、多分、超有名な、はいはい、多分、フリー音源素材って調べたら一発目に出てくるサイト。はいはいはい、はい。から取ってくることが多くって、そこで、あんまりこう、イメージに合う曲がないなっていう時は、魔王魂っていうサイトがあったりとか。これは初めて聞きましたね。あ、そうです。魔王魂？はい、僕のミッドナイト番外地の、タイトルコールした後のオープニング曲とか、エンディング曲はその魔王魂から取ってきたりとかしてますね。へえ、なるほど。主にこの2つですか？主にメインはそこですね。なるほどね。ああ。僕もドーバシンドロームは使うんですけど、はいはい。あとはムズムズっていうとこも使ってみたりとか。あ、僕それ知らないですね。あ、本当ですか？何年か前に、ひょっこりはんっていう芸人さんが。いますね。いたときに、BGM 問題がありましてね。あ、そうでしたっけ？うん。なんだっけな、このムズムズの曲を使ってたんですけど、はいはい。商売目的に使う分には構わないんだけれども、ちゃんとテロップでムズムズから拝借してます、ね。あ、はい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 。出してくださいね、ってお約束事がある、あったもんですからね。それではちょっと。はいはい、話題になったこともあるんですけどね、はいはい、まあ、そんなとこムズムズからも使ってみたりとか、うん、僕は誰かからお金をもらってやってるわけじゃないので、多分これは訴えられることはないと思いますけど、うん、あとはそうだな、オーディオライブラリーっていう、これも YouTube の中にあるやつ、これは打ち込み系の曲が多いですけどね、まあ、そんなとこからも持ってきたりすることもありますね、うん、はい、僕、まあ、野球系の配信者をしてるんですけども、はいはいはい、同じような系統の配信者が何グループかありまして、はい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 、大概飲酒配信なんですよ。お酒飲みながら収録してるんですか。そうなんです。僕もご多分に漏れず お酒飲みながらすることは多いんですけど、はいはい、鈴木さんはどうですか？そんなことされませんか？いや、僕はもう完全シラフですよ。完全シラフですか。あ、なんかこう喉通しを通すためになんか準備してるドリンクとかはあったりしますか？ああ、特に、うん、これを、あ、ごめんなさい。大丈夫ですか？ごめんなさい。大丈夫ですか？うん、はい、ドリンクですね。ドリンク。いや、特に、なんか特別ななんかロイヤルポリスとかなんかそういったものを、うん、とかなんかそういったものを用意することはない。ですね。ロイヤルポリスなんですか？どうや、なんかありますよね。なんか喉にいい。何でしたっけ？薬ですか？薬なんか、なんかありますよね。ロイヤルゼリー違うか。ロイヤルゼリーとかそういう系のものですか？ああ。でもそういったものはもう取らないです、僕は。取摂取されてないってことですか？しないです、ね。あ、なるほど。まあ、強いて言うなら、うん、その収録直前は炭酸とかは飲まないように。してますね、刺激のあるものは飲まないようにして。なるほど、そうですか。思いっきりビール飲んでます、みんな。
うん、やっぱ気使われてるんですね。なるほどね。中にはあの僕が聞いてるラジオ、これはそんな、あ、そんな雑貨店っていう、雑学のポッドキャスト番組がありましてね。はいはいはい。か、あの、男性一人と女性一人でやってる番組ですけど、これはもう夏でも冬でもエアコンかけないと。ああ、うん、なるほど。雑音が入らない。雑音入るから。はいはい、うん、な、暑く、どんなに暑くても、どんなに寒くても、はいはいはい、そういう器具は使わずに収録してるって話は聞いたことあります。こだわってますね、うん。そこまでしないでしょ？そうですね。なんか、そこまで感度の高いマイク使うとやっぱ扱いにくいんで。そうね。うん、それこそエアコンの音とか、うん、あとは外の音とか。はい、あの、僕も一時期コンデンサーマイク使ってて、オーディオテクニカの。はあ。で、めちゃくちゃいい音なんですけど、あの、夏に収録すると、うん、外で鳴いてるセミの音まで綺麗に拾うんですよ。なるほど、なるほど。これダメだと思って、今は。うん、その違うマイクに変えたんですけどね。じゃあマイクってあのあれですか、はいはい、結構それ用の いいやつですか？あの多分、うん、ストレートに普通に買うとそれなりにいい値段するやつなんですけど、うん、はい、あの僕は中古で買ったので半額ぐらいで買いましたね。はい、やっぱでも多分もともとはかなりいいやつを使ってますから、うん、そうですか。僕はこうなんだろうな、近所のあの、電気量販店で売ってる、はいはい、ゲーム配信者向けって書いてある、あ、はいはいはい、800円ぐらいの、イヤホンマイク、うん、使ってますね。うん。で、もうちょっとお高いものをって、この間、少しお高い1500円ぐらいのものを買ったら、今度は、はいはい、あ、いつもの音質と違うなと思って、すごい違和感があったんですが、前回と全く同じものをね、買い直したという。あ、そうです。ありました。そうなんです。はい。まあ、マイクもね、あの、こだわればキリがないんでしょうけどね。そうですね。まあ、ですね。で、先日ね、11月1日、はいはい、ちょうど先週か、はいはいはい、あの、ラジオリレーでされてたじゃないですか。あ、僕ですか？はいはいはい。はい。ラジオリレーとは、どのようなものだったんですか？ちょっと聞かせてもらって。はいはい、あれはメールも送ったんですけど、はい、ありがとうございます、めちゃくちゃ助かりましたあれ、うん、あれはそのスプーンの中の企画なんですけど、うん、はい、まあ、スプーンってなんですかね、いわゆるポッドキャストアプリ、ラジオトークとかアンカーみたいな感じとはちょっと違って、はい、結構 SNS 要素が強い、うん、あのアプリケーションなんですけど、はいはい、で最近はもうメインがいわゆるライブ配信、顔出しをしないライブ配信が、はい、まあ、主流のアプリで、で、まあ、SNS 要素も強いんで、なんかこう、仲間内で集まって、リレー形式でいろんな配信をつなごうみたいなのを、結構いろんなとこでやってるんですよ。なんかそれこそ、料理作るライブリレーとかやってたりとか。そんな、なんか、もうあちこちでやってるんですよ、仲間内で。へぇ、その中の一つに、まあ、僕のスプーンの中で、まあ、結構仲良くさせてもらってる、おちびさんっていう方がいらっしゃって、はいはい。まあ、その人も結構ラジオ大好きで、自分でもラジオ風の配信してる人なんですけど、はいはいはい。まあ、その人が企画して、じゃあ、せっかく、なんかスプーンの中にも僕みたいに、こう、なんですか、ラジオ風の配信してる人いっぱいいるんで、はいはい。まあ、その人たち集めて、1時間の生放送ラジオ風のライブをつないでったら面白いんじゃないかみたいな感じで、うん。あの、企画したのがこの間の、ラジオリレーってやつです。ああ、結局、つないでつないで何時間ぐらいやったんですか？あれ、前回長かったですよ。うん。スタートは朝8時からで、終わりは日付変わるまでなんで、16人ぐらいかな。すごい。あ、そうですか。長いっすよ。僕は鈴賢さんのやつをピンポイントでしか聞いてないので、あ、ありがとうございます。うん、どんな流れだったのかさっぱりわからないですけど、そうなんですね。そんな長いです。もう朝から夜までずっとやってました。頭おかしいっすよ。なるほどね。はい、今言われたこのスプーン内での仲間内って言われたじゃないですか。はいはい。なんかそういうグループとかあるんですか？まあそうです。なんとなくのグループはありますね。うん、やっぱりその、うん、はいはい、はい、あ、名称とかついてたりするんですか？
ああ、それは特にはないです、ね。特にない。なんかこう、学校の中でなんとなく集まってるメンバーみたいな、はい、そんな感じですね、イメージは。あ、そうなんですか。そうです。まあ、他のグループとも交流もあるけど、なんとなく、いつも一緒にいるよね、このメンバーみたいな、そんな感じですね。へえ、あ、そうなんだ。で、誰か、さっき言われたけど、おちびさんでしたっけ、はい、はい。が、あの、ラジオリレーがどうのって言ったら、じゃあ、それに賛同された何名かの方が、っていう形で、の、なったわけですか。そうですね。ラジオリレーというのは、あれですか、初めての試みだったんですか？ね、8月に1回やって、今年の。そうですね。で、僕はそこでおちびさんを初めて知ったんですよ。ああ、そうですか。で、そこで仲良くさせてもらって、うん。で、この間の11月にじゃあもう一回やりましょうってなって、まあ、僕は2回続けて出させてもらえることになったんで、まあ、そこで参加したって感じですね。なるほどなぁ。ラジオリレーね。そうですね。これは結構スプーンの中でも特有のつながりな気がしますね。そうですね。なかなかポッドキャスト界ではなかなかないですよね、こういうつながりは。あんま聞いたことないですね。そうですね。まあ、これが、まあ、スプーンの良さの一つでもあるのかなっていう気はしますね。なるほど、なるほど。僕は一応、この野球系のグループで、一応、タンズという名前のグループ、はいはい、区分けにはなってるんです。これは、ポッドキャストで言うと、タイガースキャスト、ホークスキャスト、カープキャスト、あと、クラブルーターズ、はいはい、こんなところが今はやってる番組ですかね。はい、あと、僕ですよね。これが、10年続いてるポッドキャスト番組で野球自体っていうのがありまして、それのリスナーが、はい、自分らの番組やろうじゃないかって派生的に始まった番組のグループなんです。僕はタンズというグループの所属にはなると思います、はい。うん。で、さっきもちょっと話した村内雑貨店というのは、村内プロジェクトというグループがあって、はいはい、そこでも、4個ぐらい番組されてますね。ああ、そうなんですね。それぞれやっぱグループっていうのは、ひょっとしたらあったり、しっかり把握はしてないですけど、はいはいはい、はい。あったりするかもしれないですね。あ、そうなんですね。うん、そのスプーンの、鈴賢さんのグループもなんか名前つけるといいんじゃないですか。チーム名つけたら楽しいんじゃないですか。なんとか軍団みたいな。軍団でもいいし。いかついなあいつらみたいな。当然、そのスプーン内でもそのグループに入ってない人たちもいるんでしょ？まあもちろん全然いますよ。うんうんうん。そうですよね。うん。僕もこの間、いつだっけな、鈴源さんのことを知ってからスプーンをまた再度ダウンロードしまして、あ、はいはい、うん、誰か何かやってないかなと思って、野球で検索して見に行ったら、はいはい、2時間半ぐらいライブをしてる女性がいらっしゃって、野球の、うん、ことについて喋りませんかっていう話、やつだったんですけどね。はいはい、うん。ライブ直前に、そのスプーンをダウンロードして、最初の喋りで2時間半ぐらいライブやってて、はい、観覧者数が200人超えてるっていうね。そうバケモンみたいな人がいたんですよ。200って相当ですよ。そう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 。僕は、後半の30分ぐらいし、に気がついて入っていたんですけどね、はい、うん、まあまあそんな人が名前もちょっと覚えてないぐらいなんです、ね、今もやってるのかもわからないです、ね、気になりますねそれね、うん、そんな方がいらっしゃいました、うん、鈴賢さんは番組を何個もやられてるじゃないですか。まあそうですね、はい、うん、これね、はい、割と詳しめにコンセプトと使用アプリと合わせてご紹介いただけないですか。あ、わかりました。うん、長くなりますよ、これ。いいですよ、いいですよ。いいですか。いいですよ。まあ、1個目が、まあ僕がこれがメインだと思ってるんですけど、はい。ミッドナイト番外地っていう、30分ぐらいのポッドキャスト、はい、雑談ポッドキャストを上げてまして、はい、まあこれがコンセプトがですね、AM 深夜ラジオ風ポッドキャストという感じで、はい、まあ、いわゆるオールナイトニッポンだとか、まあ、はい、ジャンクだとか、そういった、こう、芸人さんがやる深夜ラジオの、トークで楽しい感じ、ネタコーナーで楽しい感じの、雰囲気を目指して、まあ、作ってる、一人喋りのポッドキャストをまず上げてますね。はい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 。これが、結構いろんなところで配信をしてまして、はい。まあ、今言ったスプーンで上げてまして、はい。あとは、アンカーを使って、まあ、いろんなところで配信してますので、はい。まあ、アンカー、アップル、グーグル、スポティファイとか、うんうん、まあいろんなところで聞けますね。なるほど。最近はアマゾンとかでも、うん、聞けるようになったので。はいはいはい、はい。かなりいろんなところで、聞けますね。
この番組は、ね、はい、これ、はいはい、収録はアンカーでされるんですか？これはですね、パソコンのソフトで、はいはい、声取って、いろんな音をくっつけて編集して、まあ、一個の音声ファイルにして、それをいろんなとこで、そのファイルをアップロードするっていう感じです。ああ、なるほどね。はい、じゃあ、なんだっけな。一個上げるとそれが連動して、いろんなとこに行くっていうイメージですか？そうですね。アンカーと連動してるのが10個ぐらい多分あるんで、アプリケーションが。すごいんですよ、アンカーって。そこにはもうアンカーに1個ボンってあげれば自動的にワッと配信できるんで。はい。で、まあ、アンカーと結びついてないとこは自分の手であげるって感じです。なるほどね。アンカー、スプーンとアンカーは連携してるんですか？あ、全然連携してないです。これは連携してないんですか？なるほどね。ああ。じゃあ、1個目、メインはミッドナイト番外しということで。そうですね。はい。続いていきましょう。続いていきましょう。続いては、じゃあこれにしましょうかね。多分これザボさんに僕を見つけてもらったきっかけだと思うんですけど。はい、はい、はい。エリオクラッチヒッターという。はい。これは野球に特化した、ポッドキャストを、これは、レディオトークですね。ラジオトークか。はい。で、まあ、上げてますね。まあ僕が千葉ロッテマリーンズ。まあこれ前回ザボさんのやつ読んでもらった。はい。やつと、まあ、あと僕、中日も好きなので、まあ、この二つのトピックスについて、素人ながらにこう、好き勝手に野球について語るっていう、ポッドキャストっていう、コンセプトで、これは上げてますね。そうですね。うん。これはラジオトークでの収録ですよね。そうですね。12分ですよね。うん、12分がマックスって感じですね。なるほど。はいはいはい。これはスプーンやアンカーでも聞けるんですか？これはスプーンでは上げてなくて、うんうん、まあ、ラジオトークからまた自動的に配信できるじゃないですか。そうですね。はい。だから、Google、Spotify、うん、Apple、うん、あと、Poddog っていう、日本放送がリリースしてる、ポッドキャストアプリがあるんですけど。ホットドッグ。そうなんですよ。そこも一応ラジオトークと連動できるんで、うん、まあ、そこにも上げてます、ね。日本放送がやってるんですか？そうですね。ホットドッグって今年のね、4月ぐらいにリリースされてる。ホットドッグ？ポッド？そうですね。ポッドキャストのポッドと、犬です。ドッグで。ホットドッグって。ホットドッグ。これは初めて聞いたな。そうなんですね。僕はラジオ、鈴賢さんを発見したのは、ラジオトークじゃなくてね、はい、はいはい、ゆうすけさんのね、あ、はいはいはい、うん、ツイッターで発見したんです。あ、そうなんですよ。そうなんです。ありがとうございます。うん、そうなんですよ。うん。ミッドナイトバンカーでレディオクラッチヒッター行きました。じゃあ、三つ目行ってみましょうか。三つ目。まあ、これは、スプーンの中だけで、やってる番組なんですけど、まあさっきも言ったんですけど、うん、スプーンのそのライブ機能を使って、うん、アブノーマルナイトっていう、まあ生放送ラジオ風の、うん、配信を、まあ週に1回ですね。あ、やってます。うんうん。へえ、はいはいはい。これはもうスプーンだけです、完全に。なるほど。やってます。だから、この間、はい、木曜日ぐらいでしたっけ？あ、水曜日か。どの配信ですかね。その、アブノーマルナイト。アブノーマルナイトはね、基本金曜日ですね。あ、金曜日。あ、金曜日。金曜日の何時ぐらいからの。最近は夜10時ぐらいからやることが多いですね。10時からね。はい。あ、なるほど、なるほど。だいたい1時間ぐらいやってます。1時間ぐらい。はい。わかりました。はい。はい。今3つ挙げていただきましたけども、はい、まだありましたっけ？一応あるんですね、まだ。ああ、じゃあ、4つ目行きましょうか。4つ目。これは僕が、その主役の、番組じゃないんですけど、はい。まあ、その、スプーンの中でつながりができたメンバーたちで、ですね、裏通りヘビーブートっていう、まあ、音楽番組的なことをやってまして、はい。まあそれ、メインは僕じゃないんですけど、その番組のコメンテーターみたいな感じで僕がちょっと参加させてもらってますね。コメンテーター、はい、そう、だからなんだろう、メインの方は別にいらっしゃるということですか？別でいて、その人がこう、バンドマンみたいな感じの人なんですね。バンドと、なんかこう、つながりがある人で、まあ、番組のテイストとしては、その人がまだ世になかなか知られてないニッチな音楽、はい、そのバンドの情報とか、そういったものを、はいはい、まあ、僕ともう一人コメンテーターみたいな人がいるんですけど、はい、その人にこうプレゼンをして、で僕たちが素人目線から、はい、あ、なんか感想を言ったりとかするっていう音楽番組になってて、
あ、だからこう鈴木さんの番組でも結構音楽かかりますよね。あ、そうですね。そのつながりですか。そう、それもちょっとだけあります。あ、なるほどなるほど。ただまあバンドさんの曲使うにはいろいろとまた権利の問題があるんで。そうですよね。あ、はい、わかりました。裏通りヘビーブート。はい。はい。で、これ4つ目ということで。そうですね。え、5つ目とかあるんですか。まだあったっけな、ちょっと待ってくださいね。この間の、はい、あの、AM イズムっていうのはまた違うんですか。あ、あれはラジオリレーの中で、単発的にやった番組ですね。ああ、特番みたいなイメージですか。そうです、そうです、そうです。なるほど。あれ用に一本作ったんです、番組を。そういうことなんですね。あ、一応もう一個あるっちゃあるんですけど、これもまたスプーンの中だけで、はい。やってるんですが、はい、あの、先ほど、なんかちょっと仲間がいるって言ったじゃないですか。ええー。まあ、その仲間たちの一部で、なんか、ラジオアカウントっていうんですかね、ラジオ集団みたいな感じで、一個アカウントを作りまして、はいはい、コネクト 30.2 っていう、まあ、グループを作りまして。これか。なるほど。はい。で、そこで、まあ、その、今、6人ぐらい、まあ、その所属メンバーがいるんですけど、はいはい。まあ、その人たちが、こう、変わる変わる。そのスプーンの中で生放送ラジオをやるっていうのがありまして、はいはい、まあ、そこでまあ僕もメンバーとして参加させてもらってるんで、まあ、そこで一個番組を、これは不定期なんですけどやってるっていう感じですね。なるほど、なるほど。あ、だからこう、鈴源さんのラジオに入ってるコマーシャルでちょこちょここのコネクト32。あ、そうです、そうです。それはその影響ですね。なるほど。あ、そう。で、あ、だからそのコマーシャルを配信されてる人もこの集団に入ってらっしゃるということですね。そうですね。そうそうです。なるほどね。じゃあ今全部で5個言われました。ですね、5個。あ、いや、もう十分だと思うんですけど、まだまだあるんですか。こんなもんですか。もうないです。もう。なるほどね。ない、ないです。はい、大丈夫。うん、じゃあ僕の台本にはですね、これで、はい、ヒエラルキー存在しますかって書いてるんですけど。メインって言われた水戸の挽回地が一番、もう一番上ですね。ですかね。ほうほうほう。あとは、まあ、同等ぐらいの感じですか。まあ、裏通りヘビーブートはちょっとまあ、立ち位置が違うので。なるほど、なるほど。別なんですけど、まあ、そうですね。まあ、ミッドナイト挽回地がものすごく上にボーンっているっていう感じですね。なるほどね。いやいや、おますみたいな、うん。何個か番組やってると、多分、そんな、ヒエラルキーは絶対あると思うんですよ。あ、そうですね。僕もね、このベースボールカフェ期間中制っていうのが一番ヒエラルキーの高いところにあって、はいはい。はい。で、ラジオトークでやってるミドル巨人くんと、それから、スタンド FM でやってるフリースインガーっていうのをやってるんですけど、はいはい、これはもう、ベースボールカフェ期間中制のゲストに出てもらうための、信頼作りでしょうか。営業なんです。いや、そうです、そうです。僕もラジオトーク長いことやってるんですよ。メスでやってるんですけど出ませんか、はい、っていう口説き方をするんです。はい。うん。そう。で、スタンド FM の方はまだ始めたばっかしだから、これから信用作りだなということで、はい、なるべく毎日1分でも2分でもアップしていこうかと思って、はい、今頑張ってる最中なんですけどね。はい、あ、そうなんです。はい。うん、そうなんです。確かにちょいちょいツイッターでお見かけしますね。スタンド FM。スタンド FM まだ入れてないんで。あ、そうですか。うん。はい。なんかね、はい、あれ、フォロワーが1000人つくと、はい、パートナーな、シップなんとかっつって、いわゆるこう、マネタイズができるがどうのこうのみたいな。そうなんですね。うん。そんな話をどっかでしてた人がいたんですけどね。で、1000人って相当ですけどね、うん。みんなね、それ狙ってね、やってんですよ。で、うん、このライブは総合フォローをも、求めるもので、ご参加の方はいろいろフォローしてくださいね、みたいなライブもいっぱいあったりするんですよ。そうなんです。そうそうそう。僕まだ1ヶ月ちょっとですけど、今100人ぐらいつきましたよ、フォロー。すごいですね。うん。まあ、ね、マネタイズはまあ別にして、さっきも言いましたように、このベカフェに出てくれる人らを探すためにやってます。うん。はい。はい。という感じですけども、じゃあ今度ね、編集ですよ。はいはいはい。うん。えっとね、
僕は、今現在つなげてるこのスカイプを、はいはい、使って、音源を収録してるんですけども、はいはい、保険としてコールノートっていうアプリでも録音してます。はいはい、だから二重で、録音してたりするんですけども、はいはい、うん。これにできた、これでできた 音声にですね、はいはい、オーダーシティっていう編集ソフト、で、BGM や何やを載せてですね、はいはい、僕はシーサーブログで配信してるもんですから、これを 25MB に、はい、圧縮して配信した形になってるんですけども、はいはい、鈴木さんは、まあ、いろんな媒体で配信されていらっしゃるけど、パソコンでね、はい、はい、作って流されるって言ったじゃないですか。そうですね。うん。どのような形でされるんですか？僕、収録も編集も全部オーダーシティですね。ああ、同じですね。へえ。全部それで一括してやってます。で、アンカーだと、別にその、音声ファイルの容量がどうのとかってあんま関係ないんですか？確かなかったはずですね、アンカーは。いや、シーサーブログはね、さっきも言ったように、キャンズっていうグループが、みんながそれ使ってるから、じゃあ俺もそれでいいと思ったんですけど、はい、いかがわしい国がいっぱい入ってるんですよ。あ、まあ、かっこよくないなと思ってるんですけど、はいはい、シーサーブログ変えると、また、塩梅が変わってくるので、はいはいはい、はい。連携とかなんとかがね、はいはい、はい。それも、それはそれでめんどくさいなと思って、いかがわしに、もう、目をつぶってるところだ。まあ、いっか。うん、そうです。はい。鈴木さんはよく AM 深夜ラジオ風ってね、言われるじゃないですか。はい、ジョナイト万が一コンセプトもそうだったんですけど。影響を受けた番組って、やっぱりこう、さっき言われた、オールナイト日本はジャンクが、メインだったりするんですか？そうですね、うん、そのミッドナイト万が一をやる上でやっぱり一人喋りの身としてはやっぱり伊集院さんの番組深夜のバカ力だったりとか、はい、まあやっぱり芸人さんがやる、うん、そのトーク中心の深夜ラジオだからやっぱりそうですね、オールナイト日本だったり、うん、ジャンクだったりとか、うん、そういったものはかなり影響は受けてますね。ああ、なるほどね。それが楽しくて聞いてて、自分もそういうのをやりたいなと思って作ってるんで。はいはいはい。まあ、そういったところですよね。なるほどね。はい、はいはい、僕と鈴木さんとでは随分年齢差があるじゃないですか。僕40歳なんで。そうですね。ね。僕が、中学生、高校生ぐらいの頃にはまだ伊集院さんは若手でしたね。そうですね。うん。当時やってたオールナイトニッポンやってた人で、電気グルーヴっていうのがいたんですよ。はいはいはい。テクノミュージシャンですね。はいはいはい、はい。当時の伊集院さんは、それの下っ端みたいな、立ち位置だったんですよ。はいはいはい。うん。お前あれ買ってこい、これ買ってこいって言われてね。いやいや、変なプラモデル買いに行かされたりとかしてたもんですよ。はい、はい、うん。そうか。だからそう、ジェネレーションギャップもあるもんで、じゃあ僕のラジオの、流れなんていうのもちょっと言ってみようかなと思うんです。あ、はいはい、はい、うん。これはね、まだどこにもでも喋ったことないと思うので。そうなんですね。宇宙初公開ですね。うん、一応初公開です。僕の実家が酒屋してましてね。はいはいはい。お酒の、ウイスキーの販売促進用のツールでね、ラジオがあったんですよ。はい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 。カティサークっていうウイスキーだったと思うんですけど。はいはい、はい。これのロゴを模したラジオがあって、これをね、はい、父がくれたんです。はいはいはい。で、当時多分ね、中学2年か3年ぐらいの頃ですよ。はいはい。当時一番人気があった女優さんで、中山美穂っていう人がいました。ああ、はい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 。はいはいはい、うん。この人のラジオを聞いたのが一番最初でした。はいはいはい。中山美穂の PS I Love You っていう、ね、番組ですね。おお。はい。で、それをきっかけに、深夜ラジオにも入っていくことになるんですね。はいはい。うん、僕は島根県在住なので、はいはい、ジャンクは TBS ラジオでしたよね。TBS ラジオは入んない土地なもんですから。うん。はいはい、
オールナイトニッポンがメインでした、はいはいはい、当時はね、トンネルズ、ウッチャンナンチャ、うわ懐かしい知ってる？オールナイトニッポンのウッチャンナンチャやトンネルズってオンタイムじゃないんじゃないですか。あ、そうです、でもやってることはもちろん知ってますから。ああ、そうなのか、はい、あ、で、さっき言いました電気グルーヴもよく聞いてましたし、ね、はいはい、松任谷由実、さくらももこ、大江千里なんてこの辺りもよく聞いてましたね。はいはいはい。うん。あと、オールナイト日本じゃないけど、文化放送で、今田東とのカモンファンキーリップスっていうのがあって。はいはいはい。これがね、凄まじいマシンガントークで、ゲストを招くんだけど、ゲストの話なんかちっとも聞いてなくて、二人でずっと喋ってるんですよ。すごいっすね。うん。コナンもよく聞いてましたね。それが、今の、YouTube でやってる、東野幸治の幻ラジオとか。あ、やってます、やってます。うん。何も、もしかしたら当時のリスナーさんもいっぱい聞いてるんじゃないかなと思いますよ。あ、うん。僕は AM も聞きますけど、FM はしょっちゅう聞いてまして。はいはいはい。うん。一番ハマったのが、アバンティっていう FM ラジオです。はい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 。ラジオ番組。これは東京 FM でね、土曜日の夕方5時にやってた1時間の、おしゃれなトーク番組だったんですよ。はいはいはい。うん。イタリアンレストランのウェイティングバーで、はい、よそのテーブルから聞こえてくる日常会話を結び聞きしようみたいなコンセプトの、はいはい、っていう系のラジオ番組でしてね、はいはい。うん。今でもポッドキャストとかに残ってますよ。あ、そうなんですね。うんうん。ここではよくね、ジャズがいっぱいかかってるってですよ。はあ、はいはい。うん、僕の番組はそれを意識してジャズを結構流してたりします。あ、そうなんですね。うん、結構影響を受けてる感じで。そうですね。うん、影響を受けてますね。うん、でこの間スプーンで鈴健さんも やられた時にゲストで出てらっしゃった方が、はい、なんていう方が出てらっしゃった、はい、あ、ベウさんですか。ベウさんですか。はいはい。彼がねちょっとね宮川勝っていう名前を出したんですけど、はいはいはい、覚えてらっしゃいますかね。わかんないですよね。はいはいはい、この宮川勝さんもね、このさっき言ったアバンティに、トリデゴーシュっていう役で出てるんです。へぇ。うん。ラジオドラマとかラジオコントのテイストも入ってる番組でしてね。あ、そうなんですか、うん。そう。常連の嫌われ者のトリデさんっていう役で、この、宮川勝さん出てらっしゃいました。はい。これおすすめですよ。うん。はいはいはい。そうですね。うん。あと僕の、このラジオ番組のタイトルにしているベースボールカフェキャン中世っていう名前なんですけども、はいはい、キャン中世っていうのはですね、僕が初めてポッドキャストに出させてもらった番組がスポーツ居酒屋館長亭って名前だったんですよ。はいはいはい、はい、うん、これをダジャレにしましてね、館長亭とキャン中世とね、はい、ダジャレにしたタイトルなので別に透かしたイメージは一つも自分では持ってますけどね。うん。こんなタイトルの付け方してみましたよ。はい。ということで、僕のラジオ系、履歴を聞いていただきました。あ、そうだ、あとはね、そうですね、音楽も結構聞くもんで、はいはい、山下達郎の FM のラジオですとか、シングライクトーキングとかもよく聞いてましたね。はいはい、はいはいはい。山下達郎のやつは今でもやってますね。東京 FM かなんかでしたっけ。そうですね。あ、そうですよね。はいはい、はい。日曜日の夕、お昼2時からやるやつですね。はいはいはい。もう40年ぐらいやってるんじゃないかな。そんな長寿番組なんですね、うん。めちゃめちゃ長寿番組ですね。あれ。はい。そんな感じですよ。うん。はい。ありがとうございました。聞いていただきました。はい、はい。でね、鈴木さんのラジオも、何曜日の何時とかっていうふうに、の上げられ方を多分するかもしれませんが、僕実はしてないんですよ。うん、ああ、してないですか。してないですよ、実は。あ、じゃあ、そのライブのやつだけですか。ライブはそうです。ライブは毎週。ノーマルナイトだけか。そうですね。それは金曜日の夜って決めてるんですけど。キャストはね、僕、全然決めてないです。週1回は上げようって頑張ってるんですけど、うん、具体的に例えば、なんか、水曜日の9時とか、うん、月曜日の10時とか、うん、それは決めてないです。あ、そうなんですね。ああ、わかりました。前回、ゆうすけさんに出てもらったときは、はいはい、少し不思議ナイトは、昔ドラえもんがテレビでやってた時間を意識して、金曜日の7時に、はいはいはい、そうですよね。言ってらっしゃって、はい、他にも、毎週何曜日にあげるっ
って決めてる番組もあったりするじゃないですか。はいはいはい。リスナー側としてはそっちの方がもしかしたらいいのかなとか思ったりするんですけど。多分そうだと思いますよね。うん。でも、私生活がポッドキャストに縛られるのどうか嫌だなと思って。うん。僕の場合は、このベースボールカフェ期間中制に関しては、月2回を目指してます、はいはい。うん。3回配信できたら、ようやったと、自分を褒めて、うん。4回やったらすごいだろうと胸を張ると。はい、うん。考えてます。はい。うん、あと、なんだろうな。ラジオトークは、基本的に、テレビの前で野球実況中継を見ながら喋るやつなので、はいはい。うん。できるときにやってます、うん。そう。で、スタンド FM は、意識的に短い時間でも、1日何本かやりたいなとは思ってます。はいはいはい。うん。そう。この間もだから昼休みとか使ったりとかして。あ、そうなんですね。本当そういう隙間時間で。隙間時間で。お客さんの、お店の、僕がリアルの世界でやってる仕事のお客さんが、開店時間まであと10分あるっつったらその時間使ってとか。うん、そんな使い方してたりしますね。はい。そうですね。鈴木さんも、とか招かれて、はい、番組とか撮られることもあると思いますけども、最大人数って何人ぐらいでされたと思います、はい、一つの番組。ああ、一つの番組、あ、僕、1対1しか撮ったことないかな。あ、そうですか。うん、1回、その、2人組の方を招いたことがあって、素人漫才師という。あ、お、よくご存知で。うん、それ聞きました。はい。そうです、そうです。エンドレスドリーマーの2人を招いたのがマックスかな。だから3人、同時収録か3人ですね。あ、そうですか。なるほど、なるほど。あんま多すぎても、ね、そうですね。間延びしてしまうんですよね。で、そうですね。この人に振ってないなと思うのも気苦労で僕は何人だろうな、別の番組ですけど、十数人でやったことがありますよ。はいはい、すごいっすね。うん、十数人でやって、なんか回しとかもしましたけど、はいはいはい、やっぱこう、全体的に目配りが、気配りがうまいことできない。難しいですね、十人は。なあというふうに感じたので、はいはい、僕は、今日は二人ですけど、はいはい、この間の、マリーンズのやつと、はいはいはい、ぐらいの人数 ?4 人ぐらい ?4 人か。そうですね。3、4人が一番、やりやすいかなっていうふうに、最近は思ってます。うん。僕の番組に出てくれたこともあるとある方がですね、僕の番組は、いろんな方が、変わる変わるゲストに出てくるのが一番魅力的に感じますって言ってくださった方がいらっしゃったので、うん、このスタイルはね、変わらずにやっていきたいな、なんていう思ってたりしますよ。ですね、うん。はい。といった感じ。ですよ。で、鈴木さん、今後の展望とかってありますか？今後の展望、そうですね。活動のに動けるんですね。うん。でも、一番はやっぱりミッドナイト万が一がもっとこう広まってくれればいいかなとは思ってますね。うん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 。まあ、それが第一ですね。なるほど。うんうん。で、まあそうですね。ゆくゆくは、なんかどっかの本物のラジオ局で喋れたら面白いなとは思ってますけど、ね。あ、あれどうなりました ?MBS。ああ、そうなんです。あれがですね、申し訳ないんですが、うん、一次審査に落ちまして。あら、そうですか。なかなか厳しい戦いでしたね、あれは。一次審査っていうのは、はい、MBS の方が審査するんでしょ？多分そうです。あとはなんか、放送作家の人とか、プロデューサーみたいな人っていう感じだったんですけど。なるほどね。はい。ああ、それはラジオトークの音源を聞かれてってことですか？そうですね。ただあれが結構厳しい戦いだったのが、うん、一般の部っていうのと、はい、芸人の部っていうのがあったんですよ。はい。で、僕はてっきりそれぞれでチャンピオンを決めて、うん、そのチャンピオン同士が番組をやると思ってたんですよ。はい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 。なんか蓋を開けてみたら、うん。芸人も一般もごっちゃ混ぜで審査してて。へぇー。だからもう、我々は芸人、プロの芸人さんと戦わなきゃいけなくって。ほい。結果的に、一次審査通ったうちの半分以上は芸人さんで。へぇー。一般の部を、から選ばれた人も、まあ、
完全なる素人の方ではなかった感じなんで。ああ。そうです。そんな感じでした。で、二次審査とかっていうのはまた今後あるんですか？もう多分、二次審査は終わってますね。結果はわかんないですけど、審査自体はもう終わってます。そうですか。それ、はい、どこで拾えるんですか？情報は。多分、二次審査は、ラジオトークのライブ配信でしてたみたいなんで、そうなんだ。多分、もう聞けないんじゃないですか、アーカイブ機能ないんで。そうですね。あ、そうですか。いやー、はい、なんだなんだ。そうでしたか。なんも知らなかったな。はい、じゃあ、一次審査通った人、例えば、芸人さんって言われたから、小出真帆さんですとか、はい、あるいは、アンゴラ村長さんですとか。そうですね、デッカちゃんとか。デッカちゃんとか、はい、うん、まあ、あのあたり。そうですね。オジンオズボーンの篠原さんとか、あ、篠宮さんとか。はい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 。あ、オジンオズボーンの篠原さんだとか、三三七拍子だっけ、高倉さんでしたかのライブもやってんな、プロでもやんだな、ライブとか思ってたら。あの辺がやっぱり勝ち抜いてますよ。そうですか。はい、僕は、プロっぽい喋りだけど多分素人の方かなと思ってるワンダンさんっていう方も、はいはい、ワンダン多分通ってますね。ね、言ってらっしゃって、なんかこの間一緒に、とあるラジオトークのライブで一緒に大喜利とか参加していらっしゃいました。あ、うん、あ、そうなんですね。うん、僕のラジオにも一回出てくれたことのあるとある阪神ファンの方は、はいはい、MBS 勤務なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。そうです。あいつに言っときましょうね。落としてんじゃねえ、この野郎。つってね、言ってましょうね。そうですね。うん。僕の今後の展望の話もちょっと聞いていただけたらと思います。あ、はいはいはい。もう、うん。以前も1回か2回ぐらいやったことあるんですけど、はいはい。今、スカイプをパソコンでスカイプをつないでて、パソコンに、はい、ヘッドホンをつないでるんですけども、はい、このヘッドホンのマイクをスッと抜きますと、パソコンのスピーカーから声が出るじゃないですか。はいはいはい。で、それをね、ペリスコープに、こう、流しましてね。はいはいはい。うん。誰でもこう、出入りができるような形でですよ。はいはいはい。ライブができたらいいかなっていうふうに思ってたりするんです。おー、はいはい。僕の先輩でね、YouTube ライブとかペリスコープでそんなことしたいんですっていう話をしてたら、はいはい、パソコンにかかるこう、なんつうんでしょうか、負荷ですかが、ものすごい強いものになるから、はいはい。うん。パソコンのこのモーター音だとか、それから重さもすごいことになるから、あまりおすすめしないよって言ってくれたとある先輩がいたんですけども、はいはい、うん、ツールを分けることによって、その負荷が分散するんじゃないかなっていうふうな、ああ、なるほど。考えです。はい、うん。そうなんです。で、なんだろうな、突然お待ちしてますみたいなね。そんな感じのものをね、できたらいいかな、なんていう、思ってます。うん、はいはい。ライブにもちょっと力を、入れてみようかな。だから、これは、そうですね、2021年ぐらいに、そんなことができたらいいかな。ああ、はいはい、はい。いうふうに思ってます。さっきも言いましたように、パソコンじゃなくて、スマホ2台持ってるので、はいはい、うん。だから、ペリスコープと、それからもう一個は、スタンド FM でもいいかな。はいはい、ラジオトークでもいいかな。まあ、とにかく、二つ三つ、ライブを配信で、別の、いろんな、コンテンツで、配信して、高く、放送じゃないけど、なんだろうな、はいはいはい。画面をいっぱい並べてやってみようかなっていう。面白いです。あった。うん、するんですね。言った感じですね。はい。という、話を今日はしたかったんですよ。あ、はいはい。ああ、もうね、書いたやつ全部喋れました。よかった。ありがとうございました。いえいえいえ。今日は深く、鈴賢さんのラジオにも含めて、ラジオ配信の話をさせてもらったので、はい、ね、特に番宣大丈夫ですよね。まあそうですね、これだけ喋らせてもらって。割と詳しめにできましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか。だから今日聞いた情報で、魔王魂ちょっと覗いてみますわ。あ、はいはい。うんうん。そうですね。あと、コネクト30、30、
ポイント2ですね。ポイント2っていうのは、はいはい、何かで検索すると出てくるんですかね、例えば。まあ、基本はスプーンの中で活動してるんで、まあ、スプーン入ってる人は、なんかあの、検索機能で、こうね、あの、英語表記でコネクトって打つと多分出てきますね。あ、そうですか。へぇ、あと一応ツイッターアカウントもコネクトあるんで、ツイッターで、はい、コネクトさ30.2 って調べると、はい、出てくると思うので、ツイッター、はいはい、わかりました。でこれフォローします。あ、ありがとうございます。はい、はい、あとスプーン仲間で、はいはい、あの人も野球好きだったよなとかいう人っています？あ、結構いますよ。結構います？いますよ、はい、何か教えていただけませんか？一人教えてもらえませんか？そうですね、まあじゃあ野球好きで僕と同じようにずっとスプーンとか他のポッドキャスト上げてる方がいるんですけど、はい、あのしじみさんという方がいらっしゃいまして、はい、はい、あのゴーゴー電波バカのポリスっていう、まあポッドキャスト上げてる方なんですけど、はい、この人がヤクルトファンでして、ヤクルト、はい、おお、ヤクルト、はい。僕の番組にはね、唯一ヤクルトファンだけ出てることなんですよ。あの、その情報ちょっと耳に入ってたんで。あ、よかった。いじみさんという方がいらっしゃいますね。嬉しいな。あ、でもね、このしじみさん、僕ね、スプーンでフォローしてた、そういえば。あ、じゃあ多分その人です、しじみ。ですよね。そうですね。わかりました。このしじみさんはツイッターもされてますか？ちょっと、してます、してます。わかりました。わかりました。いただきます。お願いします。はい。はい。ということで、想定してた1時間ぐらい。はい、はい。こんな感じです。あ、はいはい。うん。はい。とても、僕にとっては有意義な、おしゃべりができた。あ、本当ですか。と思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。僕はそんな凝った編集しないので、多分今日中にはアップできる。今日中？早い。変更性はまたぐかもしれないですけど。ザホさん、早いんですよ、上げるの。すごいって。うん。結構時間かけます？いや、編集。僕はそうですね、ミッドナイト番外帳結構かかりますよ。ああ、ですか。だから、はい、コマーシャルとか載せたりとかしないといけないし。はい、まあ、BGM 乗っけてとか、うん、結構かかりますね。あ、そうですか。はい。僕、基本的にこうおしゃべりの編集はほとんどしないので。ああ、そうなんですね。そうなんだ。これに頭とお尻に BGM つけておしまいみたいな感じなので。あ、まあ、それが一番だと思いますよ。うん。うん。だから、あそこで言いよどんだなとか、詰まったなとか、あげくしちゃったなとか。はいはい、いうのも、込み込みでね。それも俺だ、ということで、うん。今日の収録中も子供たちがゾロゾロってきたんですけど、まあ、それもそのままの流そうと思ってます。はい。はい。そんな感じですよ。はい。じゃあ、そうですね。野球に関しても、残りわずかな試合数ですよ。ね。そうですね。あともう2、3試合ですもんね。ラジオクラッレディオクラッチヒッターはシーズンオフもされますか？どうしようかなと思ってます。まあ、なんとか頑張って話題見つけられたら、うん、話していこうかなと思ってます。なるほどね。レディオクラッチヒッターも含めて、鈴木さんの番組は、チェック今後もしていきたいと思ってますので。ありがとうございます。はい。よろしくお願い。今後とも、長いお付き合い一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。対応に思う次第でございます。はい。ということでですね、本日は鈴木さんをお招きしまして、ラジオ制作の裏側の話をね、させていただきましたと。はい。聞いた感じ。次回は、とある中日ファンの方をお招きしの収録の予定がございます。はい。ということで本日のゲスト、鈴木さんでございました。ありがとうございました。